こんにちは、アンティークテーブル屋の瀬野道隆です。今日はこの動画ですね、こちらにあるエミール・ガレのマルケトリの技術を使ったボックスをご紹介していきたいと思います。でですね、このマルケトリの技法のことについては別の動画でもご紹介しているんですけど、一応ですね、もう一回お話しすると、ガレっていうのはガラスが有名なんですけど、その他にもですね、陶磁器とかこの木を使って作品をたくさん作っています。で、木の商品って言えば基本的にはテーブルなんですね。ガレが今まで残してきた作品っていうのはテーブルがほとんどです。で、そんな中でこのボックスっていうのが出てきたんで、ああこれは珍しいなというふうに思って、この商品を仕入れたということになります。でですね、なかなかですね、このボックスっていうのが出てこないです。出てこないというか、僕もこれを見るのは初めてですね。カタログとか雑誌とか、まあそのガレの専門書とかには載ってるのを見たことはあるんですけど、多分これはですね、作ってるのが相当少ないんじゃないかと思います。実際にこう出てきてるところとかも僕はあまり見たことがないんですね。そんな感じで、まあやっとこういうふうにして手に入れることができた商品という背景がありますね。で、まあそんな感じでご紹介が終わったんですけど、この後ですね、もう一回拡大してご覧いただきたいと思います。ではですね、まだ拡大しますのでご覧ください。はい、今ですね、拡大の動画を撮ってるんですけど、風景が描かれているんですよね。ここが山があって、で、多分ここら辺に自分がいるんだと思いますね。ここが林になってるんですね。で、ここに木が描かれているということになっております。で、ガレの作品のマルケトリの技法の特徴なんですけど、見てわかる通りやっぱりこう違う色の木を合わせて陰影を作り出してるんですよね。だからこの林の木の部分はこの色、まあ濃ゆい茶色で、葉の部分ですね、葉の部分はちょっと薄い焦げ茶色みたいな感じで、陰影を違う色の木を使って作り出しています。で、このガレのサインですね、このガレのサインなんですけど、結構複雑なサインですね。なかなかこのサインも見ることがないサインということになっておりますね。では実際にですね、これ開けてみたらどんな感じになってるかというと、こういうふうになっております。何か大事なものを入れるとかっていう目的で作られたと思うんですけど、多分ですね、このガレはテーブル以外に作ってる作品っていうのはこういうボックスとかしか僕は見たことがないんで、富裕層向けに多分受注オーダーかなんかで作ってるんではないかなと僕は考えておりますね。金具の部分がこんな感じですね。で、見ていただきたいのはこの閉じる部分なんですね。ヒンジっていうんですかね、ちょっと僕鍵穴っていうふうに今から説明していくんですけど、この鍵穴の部分が特徴的で、本当にガレが好きな蝶々のブロンズですかね、多分これブロンズだと思うんですけど、ブロンズの鍵穴が施されているというところですね。やっぱこの作品の中で特徴的な一つのポイントとしてはここだと思いますね。で、ここで閉めて、で、鍵穴で閉じるということだと思うんですけど、残念ながらですね、鍵の方はなくなっております。まあ100年前の作品なんで、他のアンティークジュエリーボックスとか僕は結構扱ってるんですけど、その鍵の部分がないっていうのはほとんどですね、もう鍵があるっていう方が逆に珍しいですね。それぐらいこの鍵の本体っていうのはほぼほぼないです。とはいえですね、もう普通にこのボックスだけで、もう自分が好きなものをここに入れていただくだけでもう十分にですね、華やかな芸術性が高いボックス、自分だけのコレクションのボックスを作ることができるということになりますよね。まあなんて言ってもですね、アール・ヌーボーの芸術家の代表的な作家の一人であるエミール・ガレが作った作品なんで、まあまあ遜色ないですね、こういうボックスを一つ持っていても。で、いろんな方に自慢できると思いますね、こういうものを一つでも持っていればですね。で、側面ですね、側面はこんな感じで、ここにラインが入ってますね。ここにラインが入ってて、ここで締まりを作ってると。で、ここが段々なんですね。ここですね、ここが段々になってて、かなり、細部まで手を込んで作った商品だと思われますね。そんな感じですね。一旦
こちらのガルのボックスの拡大を終了しますね。はい、今ですね、こんな感じでガルのボックスの拡大の動画をご覧いただいたんですけど、やっぱりこう拡大してご覧いただくことによって細部まで細かに作ったなというのが分かっていただけたのかと思いますね。で、まあ最初にも言いましたけど、テーブルは結構出てるんですけど、こんな感じでボックスっていうのはほとんど見かけることがありません。というか市場に出てくることがないと思います。なのでですね、こう珍しいものが好きとか、そのガルが作った作品の中でも、あ、こういった作品があったんだねという方がですね、いらっしゃいましたら、もうぜひともこのボックスはすごくおすすめの作品なので、実際にですね、手元に置かれておくのをおすすめしております。てな感じですね、今日はここまででガルのボックスのご紹介を終了とさせていただきます。もしですね、この動画が楽しかったと思っていただければ、いいねのボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。